千代子と松本さくらです。よろしくお願いします。はい、あみみんこと樋口亜美です。よろしくお願いします。いや、去年の放送からですね、はい、なんと3ヶ月ぶりです。3ヶ月ぶりです。そう、お久しぶりですね。もうどんな放送なのかも忘れちゃいましたね。ほんとね、打ち合わせなしで本気で打ち合わせなしで始まるっていう。そうなんですよ。びっくりな。この番組はですね、はい、まあ普段引きこもってる皆さんのために、はい、私たちが、はい、さらに、うん、中二病の世界にお連れしようっていう魂胆、はい、の番組でございます。はい、このさくら不調とあみみん2人で今はやっているんですけれども、はい、今日はですね、おなんと特別なイベントデーなんですよ。何ですか？それは、せーの、バレンタインデー。イエーイ。いやー、なかなかね、バレンタインデーをね、イベントで過ごすなんてね、本当にね、嫌ですね。なんでしょうね、これね、すごい嫌だよね。すごいね、これ初めてですからね、中二病棟なんですよ。で、中二病棟は毎月第2土曜日に実は放送してるんですけれども、はい、これ誰が見てるのかも、ね、今やもうわからない番組なんですけど、一応第2土曜日毎月やっていました、ね、はい、そうなんです。が第2土曜日なんで、はい、クリスマスにもぶち当たらない。そう、まあかろうじてお正月ぐらいかな。お正月？お正月もぶち当たるわけがないよね。そうだね。まさかぶち当たるわけがないですね。そう、だから今までイベントごとには、うん、まあ無関心な番組だったわけですよ。でも関心ない割には前倒しでやったりとかしてるんですよね。そうやってた。エイプリルフールだなんだ言っていろいろ毎月患者様からプレゼントをもらってる番組なんですけれども、はい、今回もですね、なんとバレンタインでなんと見えますか、この辺に映ってるものが。見えますかね。これうちの患者様からもらったボディパッド。そう、チョコレートの数々です。ちょっと見せてあげて。いっぱいバレンタインにね、プレゼントをいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。あとこれもいただきました。いただきます。これなんかボンボンみたいですから。はい。あ、落としたアミさん、生放送中にプレゼントを。事故です、事故。やめてください。はい、いやいただきました。いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。超散らかした。あ、元気だった、アミちゃん。元気でしたよ。皆さんにご報告して何をしてたのか、この3ヶ月間。3ヶ月間は、うん、とりあえずさくら不調が高飛びしている間にクリスマスパーティーをやりまして、うん、ガンプラを作ったイベントをしました。オフ会やったんだってね。やりましたよ。さぞかし盛り上がった。めっちゃ盛り上がって、うん、まさかこんなに盛り上がるとは思わないほど盛り上がって、うん、みんなで内容が何一つ伝わってこないんだけど、ちゃんとリポートして。あの、ね、ピクニックシートを敷いてね、ここにのイベント本格的ですね。そう敷いて、みんなでこうガンプラを並べて、うん、もうみんなそれぞれの作業に入るんだけど、うん、それぞれのパーツが混ざりそうになってテンパるっていう大事件。あ、これ私のパーツじゃないみたいな。すごい面白かった。なんかパズル感覚。ちょっとスペース開けてやるとか考えないの。みんなより集まって。そう集まってね、みんなね、それぞれお家で作ればいいのにね。だからあえてね、みんなでやることがすごい面白かったんですよ。でもそうなんだ、意外と。でそこで作ったのが、これですよ。さくら不調がクリスマスプレゼントくれた、これ私これあげた。くれたでしょ。11月にあげたっけ、くれた、アミちゃんに。そうくれた。私ラピュタをあげた、覚えてない。全然もう作る気ないから、この子。うん、引っ越ししたからどっか行っちゃった。ひどい。プレゼントなんてこと。ひどい。そうあります、ね、ありますあります。あえて作ったんですよ。お、完成したんだ。完成しました。さくら不調が欲しいって言ってた。あ、顔が緑のやつね。そうこれかっこいいんだよね。これがね、名前がネモ。これはね、ジム。合ってる？あ、やった！合ってる。いやー、この番組でプラモデルを作ってきた甲斐がありましたね。ありましたね。初めて名前が合ってた。そんなことないよ。本当？そんなことないよ。これジム。そう。普通の大体間違えるの。そう。はー、いやー、無事完成したじゃないですか。そうなんです。完成しました。患者さんは何作ったの？ちなみに。患者さんはね、うん、なんだっけ、なんかすごい大きいやつ作ってたの。アバウトだね。うん、そう。君はいつも。なんだっけ。助けを求めて。ガンダム？ギャギャン、ギャギャン。
ギャギャンって何？ギャギャン R？ ギャギャン。ギャンコさん？何ギャンコですって何？なんか、なんかすごいいっぱいいっぱいついてるようなごついやつ作ってた。へえ、そう。かっこよかった。ガッツポーズしてますけどね。ね、そうかっこよかったの、コラボ写真を撮ったんだけどね、あ、コラボ写真は撮れてなかったのかな、でも写真は撮れてるから後で 見せます。あ、本当今日あるの、あ、写真があった、うん、あ、これ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 、このあのね、これこのこの機体がギャギャン、ん、R ギャギャン、ギャギャンっていうやつらしいです。このなんか肩にいっぱいくっついたようなやつを作ってましたね。なるほどね、はい、みんななんだかね、すごかった、うん、本当他は、他はね、なんだったっけな、なんだっけな、まあ、まあいろいろ作ってましたよ、うん、多分人のことには興味がないんでしょう、うん、いや、みんなでわちゃわちゃやってたから何作ってるかよく分かんなかったダメですね、うおーってなっちゃった、せっかくなんだから写真撮ったりすればよかったのにね、うん、一応写真は撮ってるんですけど、うん、出てこないので、うんうん、また今度アップします。わかりました、はい、なんかさ、オフ会ってもっとこうさ、うん、こんなことあってさ、うん、楽しかったからまたみんなおいでっていう宣伝なのにね、だってね、オフ会ってね、うん、いつやるかわからないんだもん、この番組、そうだね、でしょ、うん、そうだね、部長がいないとオフ会になるっていう、じゃあ私のスケジュールを提出して、そう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 、だから一生オフ会に来れない人だから、最悪だよね、そうそうそう、私ね、本当はね、そうそうそう、うん、私も一緒にみんなと作りたいですね、うん、作れないじゃんって言われてる、作れないじゃんって言われてる、でも今日は不調、そんな不調は、はい、だいぶね、不調のせいで3ヶ月もこの番組お休みいただいてたので、はい、今日は持ってきてみたんです、不調が作れそうなものを、お、ついに自分自ら、うん、あの、いただきました、いただき物、あ、違う、うん、これなら不調でも作れるよって、あ、これ作ってみなさいって、うん、これなら番組中でも作れるよ、絶対簡単だからって言われたから持ってきたから、うんうん、作れなかったら、うん、その患者さんのせい、あ、そう全部ね、その人のせいね、そう、うん、絶対作れるよって言ったのね、そうだよ、そうだよ、うんうん、でもこれで作れなかったら患者さんのせい分かった、私のクオリティを知ってて持ってきてくれたから、あ、そうだね、絶対できるはずです、はい、じゃあそんなコーナーに行ってみたいと思うんですけど、はい、タイトルコールいきますか、せーの、一人でやればできる。あのね、ハロウィンの時にね、なんて言うかって決めてたはずなんだよ、あら、ブーブーいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、本当タイトルちょっと、ね、言えないんだよね、うん、整理しよう、私は整理するの、ハロウィンの時一回整理したんだよ、覚えてないと思うけど、患者さんアーカイブ見直してください、そう、アーカイブ見直してください、絶対ハロウィンの時にこれこう言おうっていうので、一斉のでって言ったけど言えてなかったっていうオチだったんだけど、一人で何でもできる、このコーナー、一人で、じゃあそれなんか番組のパクリだ、違う違う違う、ダメ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 、そうですね、ちょっと待って、パクリ、やれば何でもできるこのコーナーだよ、おー、やればできるじゃないか、いや、照れますな、じゃあそんなタイトルコールもう一回だけいきましょうか、私で言うんだね、うん、一緒に言わないんだよね、あ、はい、というわけで、やれば何でもできるこのコーナー、イエーイ、これさ、人には口パクしとけばいつも合うんじゃない、どうしようこれから、ね、二重音声全然意味がないじゃん、それじゃあ、アフレコみたいになっちゃうじゃん、じゃじゃーん、ということで急だな、急だな、強引に押し込む、生放送ですからね、皆さん勘弁してください、これはいただいたんで、何、はい、ですか、ちょっと光ってて見えない、ちょっと光っちゃって見えませんか、きっとずっと2号、そう、いい名前、きっとずっと2号、おお、おお、いい名前、うん、でも多分違うね、きっとってカタカナで書いてあるから、うん、きっとっていう、なんだ、え、はい、え、きっと、きっとキットカットと、あ、なんかしてるんじゃない、そうなんだ、キットカットと一緒なのね、一緒じゃないけどね一緒じゃないけどね、一緒ではないですね、うん、まあ、きっとずっと号、三陸鉄道ですね、はい、桜柄です、最初の積み、そうだよ、お、接着剤不要、お、ステッカー付き、お、私でもできる、これね、てかもうできてんじゃないのこれもういや、え、そういうことですかね、だって最初くずみでしょ、本当、うん、そういうこ と、 ちょっと開けてみます、シールだけ入ってるってことなんですかね、本当ですか、あ、うん、いや違います、お、あれ、ほら、あ、なんかちょっと難しそうなんですけど、あ、ね、
ますけど、これはまずいな、これまずい、まずい。あ、確かに彩色はされている。うん、綺麗綺麗。じゃん、桜柄。桜柄ですね。かわいい、かわいいけど、これできるのかな。これちょっと説明書を皆さんにもね、うん、見せてあげてください。無視したいんです、ね、三陸鉄道36系。っていうかシールちっちゃくない？どれシールちっちゃくない？ちっちゃくない？これはやばいやばい。やばい、もう絶対無理だよ。とりあえず開けてみようか。とりあえず無理そうだけど開けてみようか。ちょっと汚く開けちゃうかも。あ、大変だ。これ開け方がよくわからない。ハサミハサミって言ってます。ハサミありますか？ハサミはね、はい、あるよあるよ。うちは何でもあるからね。お、届いたよ、ほら。お、センキュー。開けてごらん、ハサミ。開けます、うん、チャッキーチャッキーチャッキー。本当ですね、本当ね。何にも直せない。実力で直すような病院じゃないからね、ここはね。よし、あーちょっと中見たくないね、これは。ちょっと、あーもうね、ダメダメ。説明書がちっちゃい。もう文字が読めない、ちっちゃくて。まあガンプラとさほどなんかそんなにね大差ないような。ちっちゃいよ。やばい、これはやばいね。いやだってこれさ、説明書になってないもん。いや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 この通りに刺しとけばできるっていう説明書ですね、これね。だってさ、左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。はい、ね、ブロックの上下の向きに注意してパチッと奥まではめ込んでください。はい、2、屋根を取り付けます。はい、3、左右の側面を取り付けますって書いてあるんだけど、結構だってパーツあるじゃん。だ、番号書いてるじゃん。え、どこ？ 2番。いや、だから、え、これ？の番号が書いてあるから。ちょっと、これ見えます？え、見える？ 3カメさん？ 3カメさん？ 3カメさん、見える？これこの番号どこに書いてあるの？だから、このこの、あ、もう、もうほらほらほら、このダイヤ型にこういうの、おうおう、こういうのをね、こうしてこうして、これをこうしてこうして、あ、難しいわ。難しいでしょ。見えてない状態で難しいわ、説明しづらいわ。マジだってこれがさ、何番かも分かんないじゃん。だから書いてるよ、きっと。ほら、書いてる書いてる。前とか前、後ろ、後ろ。同じの2つ入ってるんで、1個出していいんですか？なになになに、同じの2つ入ってますから、要は車両2両作るわけです。あ、2両作るんだ、すごい、2両編成。2個も作らなきゃいけないの？だから1両でいいんですよ。あ、1両だけこの番組内で作れって。あ、なるほどですね、うん、さっさと作れって。わかった、じゃあちょっと、本気出して、頑張ってみる。お、手袋脱いだ、ついについに手袋、ついに手袋脱いだ、よしよし。さあどうなる。左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。はい、ガラスって多分これのことなんですね。あ、ガラスっぽい。これです。それです。雑。え、ザックザック雑ザックザックした。雑雑、しかも今映ってなかったし。そうザックザックしてるの見てないこれですね、はい、これ綺麗だよ、透明で綺麗だね、これに、よし、それを、はい。ね、え、ところこれにまず屋根を取り付けますと。おかしいでしょ、嘘嘘。前後にブロックを取り付けます。ブロックを取り付け、ブロック前から。これです、きっと。こう連結、あ、違うかな。ブロック、ブロックってなんだろう。こういう形のじゃないですか。説明書いてある。これじゃない。あ、分かった、これ。ちょっと初めて道具を与えられた猿みたいで、ね。聞こえた。分かった、これ1個開けないにしようよ。だって車両2個分だから。あ、ちょ、これだけでいけるんだ。あ、そうなんだ。あ、そういうこと。じゃあこれ簡単だわ。え、でもえ、でも同じの2個入ってる。あ、違う違う、その中で5人で来る。あ、2個ずつ入ってるよ。2個ずつ入ってる。だからこっちも開けなきゃダメだよ。じゃあちょっと開けてみて。開けよう。
結局ね、こうやってね、できたらちょっと作ってみて結局ね、こうやってね、共同作業になるわけですよ。いや、いいね。あ、分かった、これですね、多分ブロックってこれをね番号書いてない。あ、でも番号書いてない。そう、前と後ろって書いてる。なんとなくだよね、うん、これだ。でもきっと鉄オタなら分かるんだよ。私、鉄オタ…鉄オタびっくりした、今急にそうだったっけ。鉄オタなら分かる。もうニッパーを使わない確かに。あ、もはやハサミでいくっていういつから私さ、ニッパーをさ、もう諦めたんだろうね本当ね、この3ヶ月間何があったんだろうね。そう、もうすっかり忘れちゃったんだろうね、道具の使い方をね。そうみたい。そしてね、ここにニッパーが。おー、ニッパーは使い方ちょっと難しいんだよ。そう、いつもね、こうやってこうやって切るからね、こうやって。そう、あ、ここですね。あ、できそうじゃないこれ無理やり入れていいの？無理やり入れてくださいだって。あ、パチっていくまでって言ってたもんね、うん、たこれ合ってる？ここなんかね、神の手が入りそう。ここ神の手、神の手入ってきた。神の手が入ってきたね。ダメじゃないか。よし、あ、ありがとうございます、できたできた。分かった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 。そうだね、そうですね、そうだよ。アミちゃん、ちゃんと仕事をして。そう、じゃあいや、こんなね、グダグダになってきたんで告知します。グダグダって言うのよツイッター一生懸命作ってる、ね、ホームページございます。ツイッターがアットマーク CYUU2 で、ホームページもこっち http://cyuu2.com で検索してみてください。いいですか？残念な結果に。そう、入れる場所を間違えてて入んないのにずっと入れてた。あ、でバキッていきそうになってたところを、うん、今患者さんが、うん、こっちだよ、こっちの穴だよって教えてくれて、すんなり入ったなるほどね、できるようになってんのね。できるようになる、それはそうでしょうねそれはそうでしょうね。あ、できましたよ、これ。お、まだできてないでしょ。いや、これとここを、うん、くっつければいいらしいんだけど、うん、まあなんかね、はい、難しいみたいよ。何を？なんかね、はい、なんだろうか、これは、あ、え、オープンカー。そうそう、何何、オープンカー、オープンカーになりそうです、これやだやだやだ、ちょっとニッパー使わない、ニッパーせっかくニッパー来たのに。そうだね、そうそう、使ってあげて使ってあげて、せっかくだから。このね、ニッパーというものは、うんうん、ここにいいんだよね。あ、じゃあ、そう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 、ようやくニッパーの使い方。そう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 、もう楽でしょうね、でしょうね。今までどういう、え、でも中側は、あ、だから中側は反対にして切らないと、ん、そう、いや、そのままでいいね、そのまま、このままいけば、そのままいけば内側、そう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 、綺麗に切れる。綺麗、ニッパーってすごいね。ようやくですよ。あ、いけるいけるいける、この時だけ、うん、そのままでいい左手ひっくり返したらそのままでいいですよ。左手をひっくり返したら右手はそのままでいいですよ。もう猿化してる、本当に猿じゃない、猿じゃない。もう2年間何をやってきたんだろう。2年間 ねずっと人に作ってもらってたからね。そうですね、何をしてるんだろう。あ、え、ようやくね、難しくなってきた、はい、ようやく難しい。もう最初からできてる気がしないけどねあのね、ここが意味わからないんですよ、はい、どこですか。ここ真ん中になんか入れるじゃないですか、うんうん、多分これですよね。どれだ、違います。あ、それそれそれです、それです、違いますね。ん、これですよね。ガラスと、じゃあガラスと、これは床らしいよ。あ、これ床、うん、これは床だよ。でもね、床の部分はね、まだ出てきてない。床ないん、床はね床はね、床最後にある、床変わって使わって、床最後にあるって頑張って乗ってるんだね。そう、すごい、ね、みんな体操選手だね。
そうだよ。そうだよじゃない。多分なんかこれなんか違うんじゃない？もう一つあるんじゃない？もう一つあるんだ。もう一個挟むよ、もう一つ。これかな？これ？きっとそれだよ。あ、これかな？あ、これじゃないな。どれだろう？もうやめる？どうせできないよ。ちょっと待って、もうやめる？諦めた諦めたね、どうせできないよって。やれば何でもできるこのコーナーなのにさ、本当患者様立たせちゃダメだから本当に。もうねできる気がしない。本当だね、うん、もうこの辺にしとく。ゆっくりやる。ゆっくりやる。あとでゆっくりやる、ね、今はここまでできた。あのね、表見せてたら何が作ったかわからないから裏見せてみる。裏でもどうやら、これ？あ、ボディ？それでつくの？それでつくの？これみんな、それつくの？みんな床も天井もないけど大丈夫。先頭車両もないけどいい？わかんないけど、つけちゃえばいい。本当にオープン感ですね。でもなんか挟む気がするんだよね。本当は挟むんだよ。なんか挟むんだと思うんだよ。でもね、いいよ。もう挟まなくてもなんか挟む気がするんだよ多分、うん、ちょっとそうほらほらガラスがあってすごいプライベートな番組になっているで、なんかつく感じに見えませんこれ。いや、これいらないです。いらないんですか。いらないです。挟まつけて、あと屋根つけちゃいらないって。いらないわ。いらないって。ちょっともう患者さんがお手上げ状態で、説明書に書いてあるこれはいらないって言ってる。いらないんだ、うん、とりあえず天井さえつけちゃえばきっとそうだ見えるからって言ってる。うん、うん、じゃあそうしよう。本当？もうね患者様がね今いても立ってもいられなくなってしまってね。あんちゃんはちなみに、あ、入った入った。もうね、もうほらやっぱり言ったじゃん。できないよって。そうだからそれは患者様のせいなんだよね。結局ね、猿猿ってこれだ。うー、猿って呼ばれた。猿猿じゃないですって。必死にフォローされる番組なんなんだろう。分かってるわ、猿じゃないことぐらい分かってるわ。当たり前だわ。猿が怒ってますね。猿がちょっとこれね、あ、本当だ、これかわいい。ついたついた、あ、ついた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 。あ、そしたらこれ、これ前後をつけて、前後をつけて、あ、前後をつけたらもう完成じゃないか、これは。よし、お、いける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 。あ、ねえ、これおかしいよ。ねえ、おかしいよ。前のめりおかしいよ。あ、でも後ろはちゃんとはまるもん。あ、前は前はすごいすごい。前はこれどうして前は違う、前のめりなんだよ。なんで前のめり。あ、ついたついた、あ、ついた、あ、できた、できた、できた。ただ、この電車こうなるけどね。これ、車輪ついてません。ちょっと中見せて、中こうです。中こうみんなね、踏ん張って乗るんです。踏ん張って乗るしかない。そう、もうインドの電車張りにそうです。って捕まって、そうね、インドみたいにここに乗ったりしてね。そうそうそう、上に乗ってね。乗ってるよね。乗ってる乗ってる。はい、もう終了ですよ。完成しましたね。いや、編集点作ってもダメだからこれ、生放送ですよ。いや素晴らしい、はい、感動した。よかったよかった、うん、でも形っぽくなってよかったですね。うん、うん、え。ダメだもう。何にもできない子だね。でもここまでできましたから、やっぱりやればできる子ですよ。そうだね、うん、そうだね、はい、またちゃんと、きっとちゃんと作る、きっときっとちゃんと作る。素晴らしい、お後がよろしいようで。ありがとうございました。あら大変だったな。いや、こんな次始まるから。はい、ちょっと待って。次が手にはメスじゃなくてペン、ペンのコーナー。ボロボロか。じゃあこのコーナー説明をねしてください。はい、というわけでね、あの画用紙をね、
もらっていいかな。私が準備しますので、はい、このコーナーの趣旨を説明してくださいね。私アミミンとさくら不調がお絵描き対決をする番組です、はい、あ、番組じゃない、はい、コーナーです。はい、はい、なんかもうボロボロになってきちゃった。はい、いつものことですよ。早く画用紙ちょうだい。わかりました。はい、はい、なんか今日2冊ありますよ。なんでなんで、アミミンと不調、アミミンと不調、あ、あれ、あ、新しいやつ、古いやつ来ました。あ、まあ、3ヶ月ぶりだから。あ、そっかそっか、古いやつ、どんなことやったか見せようっていうやつですね。なるほどね。何やったかな。1ページ目の1ページこれだね。今までこんなの入ってたね。ね、これがね鳥人間じゃありません。そうそうそう、フラミンゴですね。答え合わせをするっていう毎回のね、恒例行事になってますけどもね。人面魚です ね, ね。そうそうそう。これは結構さ、アミちゃんの方もひどいですよね。本当。おじさん、でも大体わかるよね、これはね。おじさんになってるよね、うん、でもそれが果たして正解かってきましたね。そうですね、これ結構芸術家だよ。それなんだ、ミロのヴィーナス。あ、私のこれこういう感じですね。これもちょっと接戦ですね。接戦ですね、やっぱりね。あ、私ここからはね、わけがわからない絵が不調は続いてます ね, ね。ちょっと抽象的なお題が多かったんですね。うわー、これ懐かしくない？去年のだけど、カニだ ね, ねカニだね。懐かしいね。人面ガニね、泡吹いちゃった。人面ガニ、背中から泡吹くカニっていうすごいことになって。これ今見ると本当にすごいね。かわいいよね。かわいい。ほら、アルパカ、アルパカ。この人さ、なんかハテナマーク、私つけてるの。なんで今さら黙々ハテナみたいな、これで合ってんのかなっていう不安がここにっていう感じなのかもね。あ、なるほどね。私誰だ、何だったんだろう。すごい ね, ね。いや、いろいろありましたわ。学芸会って何。まあね、まあ、いろいろ書いてきましたわ。そうですよ、はい、でも今日も頑張って、うん、はい、対決しましょう。だんだん画力上がってきてますからね。そうですね、だんだんね、レベルがね、え、上がってきてるでしょ。ちょっとね、波がある。波がある、ちょっと波がある、まだ波がある。ちょっと猿呼ばわりまた出ましたけどね。ちょっとおかしいですね、秩序が保たれてません、ね、ちょっとね、最初の怖い、これ怖い。出た、これ怖い。カエルだ、カエル。でもカエルだよね、カエル。ほらねえ、一番カエルに見えるね。そう、カエル生きてないやつ。ストラップついてる。よし、じゃあ今日も行きますか。行きますか。それでは今日のお題はこちらです。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。あれ出てこない。あれ、お題は田舎のおばあちゃん。難しい。田舎のっていうのが重要ですね。田舎のおばあちゃん、田舎の、うん、じゃあ行きましょう、田舎のおばあちゃんです。皆さんも一緒にどうぞ、はい、よーい、スタート。いいな。パソコンの前で見てる方はね、一緒に書いていただいて、ツイッターで投稿してもらってね、コメントしてもらって、ね、おばちゃんって何？おばちゃんか。え、おばちゃんってちょっとあの人によるよね。田舎のおばちゃんか。なんかえ？おばちゃんかおばあちゃんか、その差って何？それはね、田舎ってどこ？難しい。アミミンが住んでるところとかじゃない？あー、なるほどね。え？なるほどね。アホリバカにしたな今。田舎のおばちゃん。でもね、田舎のおばちゃんってどんなことするかな。おばちゃんってどんなことするかな。あー、おばちゃん？パート？パートのおばちゃん？パートのおばちゃん？パートのおばちゃんっておばちゃんじゃない？テーマがパートのおばちゃん。そうだよね。そうか、そうか、田舎のおばちゃんか。田舎のおばちゃんだからさ。田舎のおばちゃんって何すんの？やっぱほら。え、でも田舎ってどこかにあるよね。稲刈りとかさ。あ、そっかそっか。田舎って何？田舎。私だいぶできてきた。田舎のおばちゃん。田舎。一人旅とか好きだし。あ、なるほどね。できた。何ですか。大丈夫ですよ。私を信じて。さ、よし。私を信じて。よし、じゃあ行きますか。せーので行きましょう。せーので行きましょう。テーマは田舎のおばちゃんです。せーの。じゃーん。おー。あ、似てる。
何これ、何何ちょっと、いや私大根のイメージ、私も大根を何これ、すごくな、おばちゃんってみんな大根持ってんだねなんか大根触れるイメージだった、いやこれ私も今回はうまいね、あうん、なんかなんとなく雰囲気わかる、わかる、うん、私途中までパートのおばちゃんだからエプロンつけてるもんね、でも田舎のおばちゃんエプロンつけて歩き回ってない、あ歩き回ってる、ね、なんか外出るのもエプロンして歩いてない、いっぱいポッケの中にビニール袋とか入ってる、ね、入れてる入れてる入れてる入っ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 てる、なんかいつ使うんだろうっていうね、まとめたビニール袋いっぱい持ってる、そこら辺で多分大根抜いてんだと思うんだよ、ね、あなるほどね、でそれを入れて持って帰るためにビニール袋いっぱい入れてるんだ、あすごい、そうそうそう、あなんか似てる、やばい、いややばいって何やばいなんだろう、やばいってこのシンクロ、初めてのシンクロにびっくりしちゃった、ね、嬉しいでしょ、うん嬉しいな、ね、嬉しいでしょ、うん、いやいいね、これは接戦ですね、これはすごいですね、今日はなんか見物だよ見物だよ見物だよ、では第2問いきましょう第2問目はこちらです、じゃじゃん、どうぞもう待ってよ、なんでこのシリーズか、田舎の女子高生田舎の女子高生、田舎の女子高生って何、行きましょう、行きましょうか、スタートスタート、田舎の女子高生か、もうねペンが変わんないんだけど、わかる、そのアングル変わらない感じわかる、七三は系じゃないよ、前髪作る、オンザにしよう、田舎の女子高、どこの田舎の女子高生、またその話かってなっちゃう、青森じゃないかな、やっぱりやっぱ大根持たなきゃダメか、手乗り大根って何、かわいい、あ田舎の女子高生って何するかな、あれ田舎の女子高生でしょ、携帯とか持ってないからいや持ってるでしょ持ってるでしょ、田舎の田舎どう なんだと思ってんの田舎をなんだと思ってる、公衆電話だと思ってる、公衆電話、ポケベルじゃない多分、あポケベル、ポケベル、ポケベルって何、もうないでしょポケベルってでも使ったことないよ、私もないでしょ、モールス信号と分かんないもん、どっちが、いやモールス信号はまたなんか違う気がする、まあ使ったことないけどね、どっちも、あえちょっと待って、おかしい、聞ききれなかった、なんかおかしいことになった、まあでも なんとなく分かる、できました、よしできました、じゃあせーのでいきましょ しょう、このメモ、はい、せーの、田舎の女子高生どーんすげえな、どうした、ちょっと大根頭から生やしてる、生やして、ダメだよ、違うよ、お酒だよ、ダメだよ、大根頭から生やしちゃう、生やしてない、田舎を何だと思ってるの、生やしてないよ、おかしいでしょ、お酒お酒、すごいな、何持ってるの、ちょっと待って、ちょっと待って、ガリガリって書いてるの、ガリガリって書いてる、そうだよ、何ガリガリって、ガリガリくん、ガリガリくん、何何違うよ、こわー、それ体柔らかすぎですよ、やばいよ、違うよ、それはやばいよ、そう見えてきちゃった、やだ怖い、まずいでしょ、なんか女装してる男の人にしか見えないよ、ひどいここここじゃじゃ、あの黒く塗ろうと思ったけど塗れなかったから光の加減をね描いてみた、ソリコミ、キュティクル、キュティクルだったの、天使のソリコミじゃなくて、違うよ、あセーラー服可愛い、でも、ね、セーラー服のイメージじゃない、なんか田舎の女子高生はセーラー服かなと思って田舎の女子高生だからさね、ガリガリ君食べてそうでしょ、都会の君嘘ガリガリ、うまい棒、うまい棒みたいだって、ガリガリ君だよ、ガリガリ君ね確かに、あすごい、超柔軟性高いねこの人、おっさんやばお足上げだっつーの、足じゃないよ、そう見えてきちゃう、すごい見えてくる、何の格好してるのじゃあすごいね、そんな騙し絵描けるようになったの、違うよすごいね、反転するとおじさんがもう一人みたいな、そんな技術を逆さまに
反対にしてたんだ。確かに足に見える。確かに足に見えるね。あ、これ足に見える反対にすると。すごい。芸術だ。すごいね。爆発している、これは。やばいな。じゃあ3問目いってみましょうか。ベストですね。このノリでこの流れでいくと何でしょうね。なんか来そうですね。これは田舎のシリーズを。ではこちらです。どうぞ。どうぞ。おじさんもうテーマ何でもなくなってきちゃったね。田舎じゃなくなっちゃったね。もう変なおじさんだって。変なおじさんって何。あれはもうさくらさんどっち得意じゃないですか。なんで変な。なんで変な。なんでやめて。じゃあいってみましょう。はい、よーい、スタート。変なおじさん。変なおじさんってもう私インクがさ出なくなってきちゃった。変なおじさんが河原の人でしょ。そうそう、変なおじさんだよ。変なおじさん、よくやってましたね。変なおじさん、変なおじさんはメガネかけてさ。あー、なるほどね。あ、混ざっちゃったね。カトちゃんと間違えちゃったね。え？変なおじさんだから。変なおじさんって何してるっけ？なんだろうね。それを言えないじゃん。変なおじさんって言えない行為してる。言えない行為をしてる？変な。なんかやだ。どういうこと？何？どういうこと？え？どういうこと？変なおじさん。言えない行為を。変なおじさん。ちょっとえ、まずくないそれ。それ書けないですよね、絵にね。書いちゃいけないやつだよね。モザイクになっちゃうよ。ね。そうだよね。やばいやばい、モザイク用意しといてくださいね。やばいやばいやばい。やばいやばい。でも大丈夫、モザイク必要ない。ちょっとアミちゃんチラッと見えちゃった。すごい顔が変だ。変な人書いたよ。よし、じゃあ出るね、人間味が出るよ。そう、ね、絵には。え、何、どういうフラグそれ。多分その振りちょっとおかしいよ。人間味が出る、うん、ってことは自分の鏡なんだよ多分。すごい自信がありそうですね。自分にも返ってくることを今絶対分かってないよ。パンツはやめてください。肉味噌食べてましたね。そう、モザイク、モザイク代わりに出ましたね。これモザイク、モザイクじゃありませんからね。ファースト写真集出てますよ。はい、じゃあ3問目ね。3問目、変なおじさん行きましょう。せーの、じゃーん。おー、あ、ほら、あみちゃんの顔が気持ち悪い。そう、変なおじさんだよ。まあ確かにね、変でしょ。変変、目がやっぱ変態っぽい。変かなと思って。ちょっと私の方がやっぱりちょっと可愛いね。うん、可愛いね。何持ってるの？お酒？何だと思う？違うよ、変なおじさんだから。あ、分かった分かった分かった。灯油？灯油じゃないよ。すごい、どういうこと？灯油で何するの？灯油？放火？放火だよ。そんな犯罪は犯さない。犯罪をギリギリを行くところが変なおじさんなんでしょ。なになに？盗撮？カメラ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 。ピンポーン、カメラでした。カメラ、ドラえもんの着せ替えカメラ。それでもいいぐらい。え、いいの？それでいいの？そう、盗撮するの。確かにね。これから、これから。あ、この人はね、超楽しそう。多分ほら盗撮楽しいしね。あ、楽しいの？やったことあるみたいな。楽しいしね。私はないですけど。何を盗撮してるの？私はないですけど。これズボン履いてないの？だって。あ、私、私の方上着だけ？あ、上着だけ？あ、さくらさんのやつ。そうですね。上着だけ。あ、なんちょっとあの枯れシャツ着ちゃったみたいな。あの、ちょっと大きいやつ着たおじさん。枯れシャツ着たおじさん。枯れシャツ着てる。やだな。どこの枯れシャツなんだろうね。誰のだろうね。誰のなんだろうね。彼氏のなんだろうな。これは？この人は上裸なの？上裸で腹巻き入って捨ててこ的な。どうどう、変、変でしょ。アミちゃんのこれ彼氏になる人じゃない？違う違う違う、どういうこと？どういうこと？おめでとう。じゃあじゃあ、私にはシナンジュ様がいるから。シナンジュ様と似てる？似てないし。似てないし。すごいですね。じゃあ今日はこの3つの中で、はい、どちらがガハッカを、ツイッターで募集しますのでお願いします。
なんかなんで2人してむせ始めるんだろうか。クオリティの低い画伯たちだなと思って。これね、人は難しいよやっぱり、うん、やっぱ人は難しい。ちょっと今後ちょっとね、動物とか多めにしてほしいな。そうです ね、 ね、それはね。そうだ、今年初のお絵かきコーナーでしたけど、本当だ、絵とが出てきませんでしたね。本当ですね。最後じゃあ絵と描きますか。じゃあ絵と描いときますか、うん、じゃあ絵と今年の絵とが何だったか覚えてますか。よし、じゃあどんな絵とが出来上がるか。言わずに今日今年のね、待って、今年の絵と何か多分さくらさん知らない。なんだっけ今年の絵と。あれ今日年賀状何写ってたっけ。猿、猿じゃない、猿じゃない、猿じゃない。猫じゃダメじゃない。今年本当なんだっけ。年賀状、本当に今年絵とってなんか騒がれました。絵とって騒がれるもんか。2015年だよみたいなありましたっけ。ありますよ。やばい、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、あれあるでしょ、本当にわかんない今年。これはニューイヤーまで貸して、ね、ハッピーニュー結果キメラになるっていう。やばい、今年はね、なんか厄年厄年ばっかり考えてたせいで、干支は全く思い浮かばなかった確かにね。じゃあ今年の干支、今年の干支発表します。はい、今年の干支はじゃーん、羊。あれ羊だったっけ。あ、違うじゃん、ガチで間違えてる。どういうこと。え、結構ガチで間違ってるじゃん。え、それ何、それは何、これそれは何なの。そもそも何と思って書いたかちょっと言ってもらって。辰のお年子。あー、辰の方ね、辰の方だと思ったのね。辰、あー、あれ辰のお年子って年なかったっけ。え、まあ、辰の年とするならば辰のお年子のパターンもあるよね。あ、そうなんだね、うん、あるけど、ね、あるけど、それ辰のお年子にしても見えないっていう。ひどい、すごいよ。ね、本当だ、うまい、うまい、うまい。あ、カエル年って言ってる人がいて、カエル年、今年はカエル年。え、カエル？さくらさんのカエル？あのカエル？カエル年？ストラップガエル？ストラップガエル。カエル年ちょっと作りますかじゃん、この。じゃあこの、ね、これね、この年来たいね。ね、カエル年。ね。ちょっと今年ヘビ年だったっけって来てるツイート。今年ヘビ年だ、本当だ。違うよ。あ、違う、それさっきのヘビじゃありませんよ。さっきのヘビに見えるよ、でも夏のお年子です。ヘビだとしたらすごい上手いと思う。本当？うん、まあ人面だけどね。人面だけどね。人面だけど本当だ、確かに。どういう顔してるんだろう。あー、なるほどね、ヘビじゃないのにな。やばいな。いや、お絵かきって楽しいね。楽しいね。というわけで、今年度もどうかよろしくお願いします。というわけで、手には、はい、メスじゃなくてペンのコーナーでした。ありがとうございます。よろしくね。お、はい、というわけで、というわけでですね、最後のコーナーになりました。はい、中二散歩。いやー、今年もいやー、いやー、どうしました、どうしたんですか。今年も、いや、大事なプレゼントを下に、ね、あ、落としちゃった、落としたままでは、あららら、あかんなと思いまして、はい、いや、今年の中二散歩もロケに、はい、行けませんでした。残念でした。残念でした。行く予定だったもんね。そうです、去年は同じこと言おうとした。そう、去年はバレンタインだから、バレンタインだったっけ、あの時。そうです、バレンタインでロケしましたね。ロケしましたっけ。2人でカラオケ屋さんに行って、そうだそうだ、まあ、チョコレートをね、歌ってね、何の歌を歌ったでしょうっていう
クイズ形式のロケをしてきたんですけど、やりましたね、口パクで ねよく分かったなっていうね、そう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 、あれ面白かったね、でもチョコレートディスコとかね、歌いましたね、ね、歌いましたね、あ、そう、なぜかバレンタインで中島みゆきの糸を歌いましたね、何だったんだろうね、何だったんだろうね、その時悲しいことがあったんだろうね、そうそう、多分ね、気持ちがねというわけで、そうです、今回はねロケに行けなかったので、うん、写真をね、まあ、うん、撮ってきたわけですね、撮ってきました、バレンタインということで、はい、アミちゃんが、はい、お、私はバレンタインなので、うん、今日みんなにプレゼントするためのチョコレートを作ってきました。え、これが材料ですか？そうです、これが材料でございます。なんか今年は大人っぽい、ガーナがブラックチョコレートだ。そうなんですよ、クリームチーズ、そうそう、おつまみチョコを作ろうと思って、これなんで取ったのなんだろうね、もうこっから始めるよって思ったんじゃないかな、ゼログラムから、ゼログラムから、そう、汚い、まあ、チョコレートを溶かして汚いね、これなんかね、すごい汚くなっちゃった、なんか泥、もうすでにね、クリームチーズを入れた後、汚い、ね、だからね、汚いよみんなこれが食べるそうかそうそう汚い汚い、汚いよ、汚くない、これはでね、こうちょっと待って、全然さ、まとめたらこうなった、美味しそうじゃない、いや、ここからですよ美味しそうじゃない、美味しそうじゃない、料理名ね、おかしい、おかしい、挟み込みがおかしいです、あのココアをこれもだからダメダメじゃない、ダメダメじゃないから、モザイクかかってんのこれ、違う違う、これはココアをまぶした後なんですよ、戻した、戻しちゃった、いや、これ綺麗、食べてた時綺麗じゃない、進まねえなこれで、これを切り分けるとこうなるわけですよ、切り分けたらすごい綺麗だったらまだ良かったんだけどね、うん、え、なになになに、どういうことどういうこと、汚いみたいな、汚くないよ、なんだろうこれ、ほら、なんだろうこれ要はチョコレートと、クラッカーと、うん、あとクリームチーズでまとめて、うん、このおつまみチョコを作ろうって思ったんですよ、ちょっとちょっと完成品がいまいちのようです、これのこと、え、何のこと、これのこ のことおかしいわ、え、じゃあ実物今日持ってきてくださったみたいなので、はい、ちょっとじゃあ見ていただきましょうか、今ちょっと待ってね、ほら、ここにね、あんまり宣伝効果がない汚い絵が映ってるよ、何にも言ってるんですか、じゃーん、完成品こちら、うん、こんな感じです、見た目、あ、美味しそうでしょ、うん、あ、うんうんうん、なんかすごいいい香りですね、なあ、ほんとだ、香りはなんかチョコレート香りはじゃん絶対褒める気ないね、これ潰しに来る気だそうですね、もう出てるね、うぐいはね、打てって言いますからそんなに出てない気がするけどねはい、まあ、すごいじゃん、うん、これをみんなで食べようと思いますありがとう、どういたしまして、嬉しい、食べる、ちょっと食べてみましょうか、じゃあ食べて、私はちょっとほらいいんで、え、ね、本気でいやいや、ちょっとやっぱりなんか何ちょ、今ほら番組放送中だから突然気分が悪くなっても困るひどいね、ひどいこと言うね、さらっとひどいこと言うね、だけど客に行かせようとしてるでしょじゃあ終わってから食べていただきます、そう、じゃあちょっとP に一口食べていただいて、はい、感想をいただいたらどうですかね、はい、どうなんですかね、どうだろうどうだろうどうだろう、美味しい美味しい美味しい、あれ P、 P 生きてない、 P、 あれ P、 肉味噌炒めの味がする、本当に本当に、これはどう受け取ったらいいのかな、これは多分、こうなって、もう試合終了みたいな、おいしい、あ、おいしいって言ってる、やったー、あー、危ない、おいしかったんだ、おいしかったみたい絶対食べる気ないでしょ、後で食べてみようかな、ぜひ後でお願いします、はい、私はね、バレンタイン何していたかっていうと、はい、じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃん、バレンタインというかバレンタインのためにね、ために、ために何かしたの、チョコレートを作るために、お、こんなところに行ってきましたね、え、何、何、どういうこと、根津神社に行ってきました、
今年ね、うん、どうやら翻訳のですね。あ、そうなんです。めっちゃバレンタイン関係ないね。やっぱり違いますよ。皆さんにね、いいチョコレートをあげるためには、うん、まず私の手が汚れていてはダメでしょということで、薬を、そう、薬をまず落とそうと水神社に行きまして、うん、こんなね、うん、ほら、お、あ、素敵な場所、結構素敵でしょ。根津神社ってどこにあるんですか？あの湯島とか、湯島、まあ、根津にありますでしょうね。根津がどこにあるのかっていうのを知りたかったわけなんですけれども、根津駅にあります。あの根津駅、根津で検索したことある。千駄ヶ谷、千駄ヶ谷とか、千駄ヶ谷、あっちの方ですね。都内ですか？都内です、都内です、都内です。上野の近くですよ。あ、上野の近く、あ、なるほど。結構有名な、あの国の重要文化財ですよね、根津神社って言ったら。ね、これはすっごいご利益のあるお水。ここ手洗い場ですよね。そうです。あ、はい、谷中銀座まで歩きまして、はいはいはい、薬落としに歩きに行って、うんうんうん、みんなにチョコを作ろうかなと思って。お、ここから、ここからお家に帰ったんだけど、はい、そう、これいっぱい余ってんの、お家に。これ残ってます。これも調理しないといけないけど。で、一応おみくじ引いた。お、大吉じゃないですか。大吉。お、大吉だ、すごい。見て、一時は危ないが再生し、やがて安心できるようです。仕上がって、仕上がって、もう仕上がってじゃん。一時は再生しやがって、仕上がってなんで神様がすごい焼き餅になるの。ひどい神様、何してんだよこいつみたいな。やがって、うん、天の位置が悪いですね、これ。仕上がって手だけね、おかしい、上に。何事にもね、はい、正直に。なるほど。他人を羨まず、恨まず、恨まず、恨まず仕事に励むことです。なるほどね。でも 大吉にしてはなんか一時は危ないとか。そうなんですよ、ね、あの今年の何ご縁みたいなやつも、うん、はいはい、自分で苦しみますって書いてある。何何何、縁談、縁談。私こそお嫁に行こうと思ったのに、縁談、自分で苦しみます相手の気持ちは変わりませんって書いてある。ひどい自滅ってことですね。自滅ですね。なるほど、そうそう、なるほど。まあ、これ引いてお家に帰ってさ、作ろうかなと思ったんですよね。はいはいはい、そしたら、うんうんうん、お家今こんな感じになってまして。え、何、魔女の城みたいにしてるの？そう、キャンドルを灯してね、うん、チョコレート作る前にお風呂入ろうと思って。あ、これお風呂場ですか？はい、お風呂入りました。なるほど、お風呂に入っちゃった。で、ちょっと気持ちよくなったんで、うん、お部屋に戻って、うん、はい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 、で、肉味噌炒めも、これもね、包んで、いっぱい持ってて包んで、あ、なるほどなるほど。で、これ最近もらったプラネタリウムがあるんで。プラネタリウム？そう、すごいすごい。ちょっとチョコ作る前に癒されようと思って、これで癒されたんですよ。癒されてからのからのからのチョコもらいました。あ、なに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 、バレンタインチョコ、これさくらさん、これそうです、これ持ってる友達からチョコレートもらったんで、これさくらさんがどうかすらわからないですよ。これ誰なの。大満足の一日だったっていうことでね。なるほどね。さあ、で今日はでも、うん、しょうがないから、うん、みんなに作ってきましたよ。おー、作ったの。そう、え、作ったの。今年は頑張って作ったの。去年は買ってきたよね、途中まで。途中まで作ったの去年は。そう、パチパチ鳴るチョコレートバーみたいのを買ったじゃないですか。買ってた。今年はそれを作ってあげようと思ったんだけど、パチパチをどうしたらいいか分かんなくて、うん、でもワタパチくんみたいのあるじゃないですか。 あれ入れようかなと思ったんだけど、おちょっと危険だからやめたの。やっぱりみんなにね、食べてもらうから、うん、だから、うん、マシュマロを代わりに入れてグラノラと、お今どうでもいいところで手袋がね破れてる。何これ、何の番組。なんでいいとこだから、今ちょっと躍動しだからですね。突然破れました。突然破れた。不吉です。うん、で、そう、なんだっけ、グラノラをグラノラを入れて、うん、はい、チョコバーを作ったんです。お、チョコバーですね。そうで、冷蔵庫に入れて今日の朝おできてて、うん、割ったの。割ったの、うん、そうしたらね、はい、伸びた。待って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 、びっくりした私も。なになになに、伸びたんですよ。伸びた。
伸びたって何？チョコレートが伸びた。何？トルコアイス作ってたのって言ってますけど。トルコアイスかもしれないこれ。何何？パキって割れるのを想像したんだけど、うん、伸びたの。なんで？グニューって。なんで？ね、ちょっと待って、飴とか入れたの。わかんない、飴入れてない。なんで？怖い怖い怖い。でも見た目は結構可愛い、すごい美味しそうなチョコレート。ちょっと白くてよくわからないですね。じゃあ見て。何何？ポテトサラダ。ポテトサラダじゃないんだよ。ポテトサラダ。ちょっと味見してみて。やだ。なんでよ。これこそやだ。じゃあほら。っていうか伸びるんでしょ。匂いは匂いは匂いは匂い。大丈夫。ひどいもんだって。香りは普通よ。ああ。ちょっとこのやばい何何この番組自由です。自由あ平等だからやっぱりそうねそうね。おかしい。ちょっと待って、そういう食べる気しない。ちょっと待って、ちょっとだけこれ、え、どこ行こう。え、なんか伸びてる形跡があるんだもん。だって怖いよ。だってこれ怖くない？え、大きいの行きなよ。見て、見て、だって伸びてるもん。だって見えるかなこれ。私もね、味見してないんだよ。いや、ちょっと待って伸びたんでしょ。ちょっと怖いよ。伸びたもん。ほらほら、エンディング近づいてきたから、ちょっと食べてみるか。じゃあいただきます。顔すごい嫌そうだな。あ、落ちた。どう？伸びてる。伸びてる。伸びてる。まだ伸びてる。何これ。まだ伸びてる。何これ。すごい、なんていうの。泣きそうになってます。なんかね、キャラメルをちょっとあの天日干しした。キャラメルって天日干しするのみたいな状態になってる気がする。本当すごい、なんだろう、変な汗かいてきた。どうぞどうぞ、そう言わず、うん、なんかね、うん、歯にめっちゃくっついてちょっと喋りづらい。あれやばい、これ失敗したかな。すごいやばい、これはやばいね。本当だ。まあでもこの後患者様にね、うん、食べていただくんで、うん、何揚げてない竜田揚げって言われて違うよ。衣どういうことですか。衣の状態、衣じゃありませんよ。確かに。おかしいです。これひどいよ本当に。すごい。違います、違います。商店街売ってたけど違います。これやばい。じゃあ後でね、これまあ患者さんたちに、うん、はい、食べていただいて、食べていただいてね。はい、そんなわけでね、もう一度告知させていただきます。泣きそうになってるけど大丈夫？どうした？何かあった？何かあった？やっついたホームページやってます。お願いします。忘れてる。すごい、このやばいねこれね。すごい、こいつの破壊力が半端ない。すごいすごいすごい。はい、私はゆゆに。フォローお願いします、うん、そして、誰かこれ締めたい人がいたらね、これ作ってあげますから。やばいやばい。敵にも味方にもなるチョコレート。怖いね。怖いですね。ユーストリームの過去の放送も見てください。はい。泣いてる。そして次回の12秒と集中してる人は3月16日なんとホワイトデーだよ。ホワイトデーだよ。すごい、たくさんの何かを待っております。スタジオ観覧も遊びに来てねって書いてありません。いや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 、今日もね、ありがとうございました。何にもね、身にならない番組。どうした？本当 ねみんなも病気が治った。あれ詰まってくる、詰まってきた。すごい詰まってくる、こいつ。これ多分人この辺でこの辺で多分モリモリしてきた。生放送ですからね。ひどいひどいひどい。ひどい、あのね、おえつしないだけマシだと思ってください。うそ、うそだ。これみんな食べてね、みんな食べてね。みんな後で絶対食べますから。すごい変な汗かいてきたから、じゃあ今日の放送はこの辺で喋れなくなってきちゃった。やだ、こうやって先輩を陥れようとしてるだけでしょ。そんなことないよ。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。またね。あら、皆さん来月も元気に LINE してくださいねって書いてあります。はい、皆さんよろしくお願いします。来てください。来月は待ってますので。来月もこんな感じになると思います。はい、ぜひ遊びに来てね。勉強になるべかったね。また来月も、ま、ホワイトデーだからね。似たような感じ。
感じになるよ。おやすみなさーい。お大事に。ひどい。